はいどうも、トワイスです。今回もブレスオブザワイルド続きやっていきたいと思います。まあ前回と引き続きというか続け撮りってやつですね。よし、じゃあ今回は、マップピンのこの辺が多分アルバムの思い出の場所だと思うので、この辺目指していきたいんですが、また馬が行けないところではないかな。まあちょっとこの辺からぐるっと回っていきましょうか。山登りして。じゃあとりあえず馬のとこまで行こう。というか別にノーカットで行くか。まああわよくば今日は、街みたいなところを見つけていきたいなって思ってます。もうちょい右。左か。右と左を間違えるクズ。あ、いたいた。エスプレッソって思ったけどな。これ山脈を渡り歩くには。お待たせ。あぶねあぶね。ちょっと待っててね。よし、行くぞ。眩しいですね。ただね、ちょっと明るくしないと、暗くなった時に何も見えなくなっちゃうんで、ちょっとこの辺は申し訳ありません。ちょっと私のパソコンの画質の問題なので、その辺は。さて、どう登っていこうね。眩しいな、本当に。あー、ミスったか。ギリギリ足りると思いたい。足りろ、むしろ足りろ。あぶね。おお、いいね、ゴゴタケじゃないですか。まあこういうのも回収していきがてらね、行きたいと思うんですけど。ジャンプは3回ぐらいまでかな。っていうかあれはなんだ。こんな岩壁に生えているゴーゴースミレ。そうか、スミレはガッツがあるんだな。ほっこういう微妙な斜面でもギリギリ引っかかれるっていうのはありがたいよね。さあ上まで来た。ここからはもうまっすぐ走っていけ。うーわビビった。えい。あー、ダメージ自体は2発でやれそう。ほい。いいね。普通のチュチュこれ。うん、いいね。このチュチュゼリーに雷とかそういうのを当てると変化するらしいですけど、その辺はまだ試してないですね。コログもいそうだな。てか、眩しい。すげえ眩しい。これって、ゲーム内で明るさ調整できたっけ？画面表示ノーマル。ウィンドウ。明るさは調整できないみたいですね。まあ仕方ないね。その辺は。狼ですね。上獣肉が手に入るから、積極的に倒していきたいところ。泣いてる暇があったらーって感じなんですけどね。砦がありますが、あれはスルーで。お、って言ってる間に、なんか、それっぽい場所に出たぞ。楽しくなってきましたね。何が潜んでいるやら、ちょっとその辺は怖いところですけど。もうすぐカゴも溜まるかな。古代石柱群。はいはい。じゃあまあ、一発でそれっぽいところに向かっちゃおうかな。と思ったら、見つかっちゃった？どうもどうも、お疲れ。うわ、危ねえ。
うんうん、六連撃っていうのがあるのか。嘘だろ。うっ、ほい、あ、壊れちゃった。あとは強化リザルブやめな。お前の武器と同じだな、多分。へい、ほっ、うん、月もある。そういえばよし、オッケー。6連撃と分かってれば、はい、オッケー。いいね。なかなかザコンの対処の仕方も覚えてきましたね、私。その辺は自分で自分を褒めていかないと。ザス。なんかな、やられるときすげえ可愛い声あげるから、あんまりやりたくないんだけどね。お前が上獣肉なんか落とすからいけないんだぞ。これが普通の獣肉だったらスルーしてやらんこともなかったが、お前が上獣肉なんか落とすもんだから。よい。さて、まあ祠反応もありますけど、だいたいこっち方面ですよね。あ、これはコログだ。ちょっと上から飛び込みたいけど、ちょうどいいところが多分この上だな。多分この上からあそこにうまく飛び込めばってことでしょう。ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。パラセル使っちゃダメでしょ。ちょっともう一回。祠見えたけど、もう一回。よいしょ。別にジャンプしなくていいんだ。オッケー。もうなんかいろんなポーチの上限を上げすぎたので、一部分増やしてもらうのに10個とか13個とか手に入れなきゃいけなくなっちゃったんですよね。ちょっとシーカーセンサーの通知がうるさいので、これだけ解放しとこう。よし、じゃあ思い出の場所に着いたので、まずこれ回収ですね。やはり反応しない。この方の遺物は大魔の剣に選ばれた者のための施設、それは間違いないけれど、肝心の起動方法がわからない。どうすればこの中に入ることが。今日は付き添わなくてよいと伝えたはずです。いくら国王の命令であっても、当の私が護衛など必要ないと言っているのです。城に戻り、父にそう伝えてください。ついてこないでください。
まだあまり仲良くなかった頃の記憶ですかね。まあそれはそれでなかなか美味しいものがあるけど、せっかく祠に来たんで攻略していきましょうか。ちょっと時間確認しますよ。うん、余裕。じゃあ行きましょう。わー、力の試練極意だ。そうか、そうなってくるとちょっとガチ装備で行くしかないかな。武器は何がある？いろいろあるけど、でもこの辺をがっつり使っていった方が楽に倒せる気がしますね。ガーディンアクスで行くか。よし行くぞ。多分でけえのじゃなきゃ勝てる。うん、やっぱお前か。さあ今回は比較的軽量そうな装備を持ってますね。こういうせこいやつやり方もありだと思うけど、うわ、たあぶね。横ダッシュの方がいいか、やっぱり隙を狙っていくのがいいか。ほっ、よいしょ。にしても HP3000 はえぐいな。オッケー、ラッシュが取れるんならこんなに美味しいことはない。オッケー。お、来るかい。オッケー、食らいたまえ。壊れちゃったな。じゃあ次はガーディアンナイフ。どうせ倒した手に入るしな。横振りがちょっと、ほっ、いいダメージ入りますね。おっと、お、あっと壊れちゃった。縦はまだ余裕。ガーディアンシールド使っちゃおうか。お、これは逃げよう。しゃがんじゃった。おい、間に合うかな。HP が半分を切ったので来ましたね。どうしよっかな。この辺は体験とか使っていきたいとこなんだけど、まあ出し惜しみしても仕方ないといえば仕方ないんですが、今一番攻撃力が高いのは火炎の体験か。新品だな。全部新品か、もったいね。使いかけは、ガーディアンナイフ、削岩棒。やっぱり息吹ばっかりっていうのも考えものですね。
お、しびれるもんだね。これはいいんじゃないか。あ、避けれる。何発撃ってくんの。えい、何、しびれないだと。ここは男の見せ所。さよなら。ガーディアンガードダブルプラス、いいですね。ふぅ、緊張したまあでもなんとかなりましたね。よいしょ。なあ、騎士の槍。なんか、頑張った割には随分しょぼいというか。でも、移動中に赤い月を一回経験したので、他の力の試練のところの、あのガーディアンがまた復活してるはずですね。だから、まあ、この辺の回収はまたできるというところで。はい。さて、古代石中軍の用事も済んだところなので、敵とは、まあ、戦う必要もないかな。もう、多分、この地域にも馬宿は一つぐらいあると思うんで、この辺とかにね。とりあえずこの辺りに近づいていこうかなと思います。じゃあエスプレッソのとこまでカットかな。なかなか目玉って落とさないものなのかな。オラクルかよ。なかなか目玉って落とさないものなんですね。レアドロップなのかな。よし、じゃあ、まあこの辺はゆったり行きましょうか。道沿いに。まあスプラトゥーン確かに楽しくてずっとやってたんですけど、なかなかメンタル的に、だんだん新しいアイテムだ。ひんやりハーブね。なんかメンタル的にちょっときつい部分がありまして。人と何かをするってなった時に、自分が何も貢献できてなかったり、対して、必要な役割を果たせてなかった時に、ついつい自分を責めちゃう癖がちょっと私の中でありましてですね。ちょっとその性格のせいでなかなか連敗続きだと何がいけなかったって考え始めて、自分で自分を追い込む形になっちゃって辛い部分がありますね。だからなかなかガチバトルとかにはまだ足を踏み入れられないんですけど、ガチエリアを4回だけやったかな。で、結局2勝2敗っていう微妙な戦績で、練習しないと面白くもならないかなとは思ってるんですけど、なかなか。何の音？ちょっと待って。ここか。ここにスタンプをつけて悪いな、今はそんな暇はない。さて、追ってくることはないと思うけど、
後ろから岩でも投げられたらたまったもんじゃ、道を間違えたな。いや、ちょっと待った、戻ってる。合ってんのか。ん？こっちで合ってるのか。合ってるか。ほっせ。なんだこの橋。ああ、さすがに走ってくんないか。これ橋って呼んでいいの？怖っ。あ、下になんかレア鉱石がある。おっと、待った。待っててよ。ちょっと鉱石取ってくるから。あーでもな、ワープポイント確保してないな。馬宿あるか？の、この野郎。どうしようかね。騎士の槍でいいか。オッケー。強化リザルボーはいらんな。リーズ、風で素材が飛ぶ。で、馬宿はあるか？近くに。風車があるってことは、なくはなさそうなんだけどな。どうしよっかな。あれ？エスプレッソ？エスプレッソ。お前なぜそんなところに。落ちたか。逆にこの高さから落ちてよく助かったな、お前。ちょっと危ない。いや、落ちちゃったし、仕方ないね。リーザルホスかな、あれ。すげえ風に流されるんだけど、ここ。怖っ。あれ？逆らえません。風に逆らえません。マジか。そんなところか、ここは。あ、なんか、思ったより、大量にいらっしゃいますね。あ、どうしよっかな。そんな大量にいるんだったら、もうがっつり武器をなくす勢いでやっていくしかないんだろうけど。いや、もう。細けいことはいいんだよ。要は全員ぶちのめしゃいいんだろ。くそ。ほら。はい、武器拾った。一人。ほら、行くぞ。はい、二人。次は？どうせジャンプしてくんだろう、おめえ。ほら。あ、そっちじゃないね。ターゲッティングを間違えてるね。まあ、お前らも倒したいんだけど。小麦、そんなもんがあるのか。まあ、食材はありがたいね。ブーメランは拾えないけど、俺はお前に投げる。あ、戻ってきた。思ったより敵のレベルが低くて助かったよ。あと1体でいるけど、とりあえずいっかな。作願棒。夜光石。まあ、あんなところにいたら来られないわな。やべ、作願棒壊れそう。あ、そっか、夜だから光ってたのか。ちょっとそれは失敗したかな。で、まあ、お前には何の罪もないけど、そこにいるから死んでもらおうか。はい、終わり。あ、いいね、尻尾だね。あと2体いますね。ほい。
あと一体。お、なんかいらねえのが出てきた。はい、さよなら。いいね。小麦を手に入れれるのはなんかちょっと嬉しい気がする。あ、リザルブーメランだ。オッケー。じゃあ、ちょっと、あれは回収不可能なので、あれはあそこまで、あれは馬宿の人に後で任せるとして。そうだよね。何の意味もなく岩を壊すなんてことないもんね。じゃあちょっとエスプレッソには申し訳ないけど、それはそのままにしてもらって、なんとか上に登って、馬宿を見つけるしかないな。見つからなかったら適当なところの馬宿にワープして回収してもらうしかない感じです。ほい。じゃあとりあえず上までカットします。ま、塔で行くしかないよね。早送りかな。威力が弱い。でも装飾は好き。懐かしい。そういえばあったな。序盤で序盤で手に入れましたよね、これ。じゃあまあ、せっかくだから拾っとこうか。さあ、今まで俺がどれだけゴリ押ししてきたと思ってる？舐めてくれちゃいけないよ。やった、馬宿ですね。いやー、よかったよかった。まあちょっと気になる場所はありますけど、とりあえずエスプレッソを回収してもらわないことには何ともしようがないので。はい、リトの馬宿。いいね。すいません、どうも。可愛らしい方で。そうです。あ、はい、どうも、カシオさん。あ、どうも。妻子持ちなの？たまには帰ってあげなよ。あ、そうなんだ。約束って？あ、そう。でも各地の祠の近くを巡ってるから、まあそれを見届けるってことなのかな。了解。ああ、それは何回か聞いたからいいや。さて、なんかあるかな？この人た、カレーライス？カレーライス。ゴロンの更新庫がない。了解。ゴロンシティで売ってるんすかね。
寒い時にはカレーを。それは同意する。ああそうそう、エスプレッソを回収してもらわないと。ね、連れ出すだね。どうしようかな。ブランシェールでもいいんだけど、ちょっと久しぶりにブレッドに乗りたい。うん。まあ、馬枝の人、すごいよね。あんな状況に置かれてるエスプレッソを回収できるんだもんね。うん。うんうん。あ、そうだね。さっきのなんであんなところまで落ちてるかわかんないけど、まあちょっと端っこに置きすぎたのかな。あ？そういえばここ珍しいですね。周りに祠の反応がない。鹿かなあれ。木こりの。うん。馬宿といったら大体近くに祠があったんですけどね。この辺のっていうか、この馬宿にはないのかな。おっと、いらねえのが。まあこれでいっかな。場所さえ分かってればね。はい。お、ビリビリマス。いいね。まあまあ、たまにはこういうやつを飼ってもいいんじゃないかな。ハンマーが欲しいですね。削岩棒便利だったけど、まあちょっと耐久性もかなりあったからね、あの手放すのはちょっともったいないんだけどね。とりあえず掘ってもらおう、最後の最後まで。ああ壊れちゃった、残念。でもまあ家の方に行けば確かハンマーは手に入ったから、とりあえずそれはそれでいいのかな。向こうに祠っぽいのが見えた。おっと、なんでこの段階で木の枝なのか。おい、関係ないか。なんか妙にプルプルしてる葉っぱの塊だなとは思ったけど。ん？何？やる気？うん。さすがに繊維喪失したみたいですね。まあ、狼ほっとくと攻撃してきますからね。そういった意味ではまあダメージを与えるのは一つありかもしれないですが、これも木こりなのか。まあ薪屋もらっておこう。あ、飛行訓練場、雪山登山口。へー、面白そうなもんがあるね。そういやさっき見えた祠ってこっち方面か。あん、ああ、もう真珠の足元だ。どうも。やあ。あなたは？リト族のギザン。うんうん。うん、男は弓に、女は歌に秀でたリリトトコに住む少数民族。あんまりいないんだな。あ、いいの？村には自由に入れるのか。それありがたい。うん、なんか狼が反応したけど。あ、ブレッド。久しぶり。お、イチゴだ。イチゴってこんな生え方するのか。なんか実物まだ見たことないんで、あれなんですけど。あ、ポカポカそうね。ありがたい。にしても本当に祠の反応がないな。
これじゃあ馬宿は見つけたけど、馬宿までワープっていうのができないじゃないか。 OK 行こう。あ懐かしいなこの、ごめんごめん。これここになんかあるのかな。近い、こっち方面。うん、真下は見えないですね。上の方かな。ちょっと待っててね、ここにさ風があるから。どっち方面だ。こっち方面ってのは分かった。こっち方面にあんのか。あーあるじゃん、あれだ。じゃあまあとりあえずピンは立てといての、あブレッド、そこか、行きましょうか。多分進んでいけばその辺までは行けるんじゃないかな。であとリト族の村でしたっけ。あーむしろあれが村の中かもしれない。いや、新しいところに行くっていうのはワクワクしますね。さて、そうそう、こういうこともできるんですよね。鹿に乗るっていう。一回これでなんか、危ね、危ね。一回これで祠の開放条件になってましたよね。鹿に乗って、あの、祠の、なんていうの、マークみたいな。うー、ちょっ。馬の制御が下手か。はい、ここね。行こう行こう。あ、村の中かもしれないですね、これは。おお、すげえ。どうしよう。もうちょっと前に進んでもらおうか。あ、無理。無理。あ、無理。マジか。なるほどね。村の手前ではこういうのがあるから行けなかったわけではなかった。単純に階段は登れなかった。さあ着きました、離島の村。どうも。あ、うん、まあそうだよな。どうしたの。うん、神獣バメド。うんうん、数日前に現れたんだが撃たれた。リト族なのに飛べねえっていうのは随分息苦しいね。うん、なるほどね。あいや、ここって、うん、ああ、オッケー。まあ今お客さんをもてなせるような状態ではないってことなんでしょうけど、まず最初に祠をさ、なんとかしたいんだけど、これ登るのは厳しいか？
なんか本当に自然の中に共存する形で村があるって感じでいいですね。よいしょ、もう一段上か。というか橋かかってんじゃん。こんな横着な登り方をするの私ぐらいなもんなのか。ジャンプでいけっかな。いや、このまま登っていきよう、行きましょうか。アコバータの祠、ここから名前が見える。大丈夫だな。はい、 OK。 さあどうしましょうね。その人たちに話しかける前に祠の攻略やっちゃおうかな。ちょっと長くやりすぎなんでいっか。じゃあ今回はここまでとさせていただきます。次回はこのリトの村を探索してストーリーを進めるのと、あとは、あ、ガーディアンガード背中にあるとかっこいいな、展開してない状態でも。うん、あとはこの祠攻略ですね。じゃあ今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。